スティームボイラーインジェクタとは、ボイラーへの給水にポンプを用いず、自分自身の圧力を用いて給水する装置である。管内に噴射された蒸気はその内部に、霧吹きの原理で低圧を作り出し、水を吸い込む。その水は噴出する蒸気により加速されて、ボイラーに取り付けられた、逆止め弁に接続された管に激突する。この過程では、蒸気は、 常温の水と混じり合うことにより凝縮し、結果としてある、程度高温の液体の水になる。運動エネルギーが大きい液体が急停止すると、その力石は大きく、ボイラーの圧力に打ち勝つことになる。このような現象が起こるように、絞り弁、吸い込み、管、逆止め弁などを含めた装置をインジェクタと呼ぶ。給水ポンプに比べ小型で故障が少ないことと、蒸気との混合で、 給水温度が上昇し、給水温め器が不要になるのが利点である。ポンプを作動させる動力も不要である。A ボイラーからの蒸気、B ニードル弁、C ニードル弁ハンドル、D 蒸気と水の混合、E 水の流れ、F 混合塩水、G 搬送ノズルと、塩水、H 搬送室と、管、K 逆止め弁蒸気機関車で使用される近代的な、 インジェクタ蒸気機関車のボイラーの蒸気。インジェクタインジェクタは、フランス人であるアンリジファールによって1858年に発明され、イギリスでグラスゴーのメサース・シャープ・スチュワート &CEO によって特許が取得された。原動力は高圧の流体によって切り替えられる。インジェクタはもともと蒸気機関車に水を供給する目的で使用された。インジェクタは3つかそれ以上のノズル。 塩水、または缶が内蔵されて構成されている。蒸気がノズルを通過するときに圧力が大気圧まで下がり、蒸気の速度が増加することが原動力になる。蒸気の粉流によって新鮮な水が入り、蒸気と水は混合塩水で混ざる。ありがとうございます。